カメラ・マルティネスはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンノゼ出身。現在は WWE のスマックダウンにてベイリーのリングネームで活動。2008年 BTW にてダビーナ・ローズとしてデビューを果たす。NWA 加盟団体やシマー、社員などのインディ団体で活動。NXT2013 年 WWE と契約を交わし入団。 2月21日の参加の NXT にてページを相手にデビュー戦をするも敗退。3月21日、エマと対戦するも敗北。その後は、いろんな選手の女の子ファンというギミックで、リックフレアやアージュリーなどに舞台裏で握手やハグを求めたり、試合中でもヒールベビー関係なく、握手やハグを従うギミックへと変更。8月22日、 シャーロットとコンビを結成し、アクサナアリシア・フォックス組に初白星を挙げる。そして、サマーレイ率いる BFFS と構想になるも10月10日と構想するが、相方のシャーロットに裏切られて敗北してしまい、その後はナタリアやページ、エマと組構想を続け、2014年7月3日の NXT にて、ベッキー・リンチをパートナーとした。 2015年8月22日、テイクオーバーブルックリンにて、NXT 女子王座を保持するサシャバンクスに挑戦。試合開始と同時に激しい技の応酬となり、終盤には、サシャの得意技であるバンクステイメントを喰らうが、切り返すと、ポスト上から、なだれ式リバースフランケンシュタイナーを仕掛け、最後にはフィニッシャーであるベリートゥベイリーを決めて勝利し、ベルトをダッシュした。月日、 テイクオーバーリスペクトにてサシャと30分間によるアイアンマンマッチで再戦。1本目をレフェリーをポストへと追い込んで視界を遮らせたサシャからサミングを暗い丸め込まれ奪われる。2本目はコーナーポストに立ったサシャに対してベリーとベーリーを決めて取り返す。3本目は場外へ投げ出されると鉄柵やリングにぶつけられ、最後にはタイタントロンに叩きつけられ10カウントを奪われる。 4本目は、満身創痍となった状態から一方的に攻められ、ボストンクラブを極められようとしたところを切り返して、丸め込み取り返す。そして5本目、息を吹き返して、互いに大技の応酬となり、終盤に、サシャからバンクステートメントを仕掛けられるが切り返して、変形アームバーを極め、残り4秒で、ギブアップを取り勝利した。 試合後、トリプル H からリング上にて花束を送られると、右手を掲げられた。WWE2016 年7月24日、WWE バトルグラウンド2016にて、シャーロットデーナブルックと交想を展開していたサシャバンクスのミステリアスパートナーとして登場。最後に、サシャがシャーロットにバンクステートメントを決めて勝利した。8月22日、 RAW に登場。昇格が発表された。2017年2月13日、RAW にいて、WWE ロー女子王座を保持する、シャーロット・フレアーに挑戦。シャーロットのセコンドであるデーナ・ブルックの介入もあり、苦戦。終盤には、シャーロットのフィギュア8を極められるがバックステージより、駆けつけたサシャバンクスが、松葉杖で、シャーロットを王出し、窮地から脱出。 そして、ベリーとベリーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2019年2月17日、イルミネーションチャンバー2019で、初代 WWE 女子タッグ王座、争奪エリミネーションチェンバーマッチに、サーシャバンクスと組んで出場。サーシャが、ソーニャデビルにバンクステートメントで極めてタップを奪い勝利。王座を体感した。5月19日、マネーインザバンク2019で、 マネーインザバンク、ラダーマッチに出場。終盤にソーニャデビルとマンディローズが決託して、アタッシュケースを掴もうとしたところを阻止して二人とも振り落とし、アタッシュケースを獲得。そしてシャーロット VS、ベッキー・リンチによる、WWE スマックダウン女子王座戦で、シャーロットの勝利後に乱入。ベッキーとレーシー・エヴァンスをリング外に排除し、シャーロットの仕掛けてきたスピアを、 ターンバックルに誤爆させるとキャッシュイン、ダイビングエルボードロップを決めて勝利、王座を体感した。2019年9月スマックダウンの放送で前週に復帰してヒールターンしたサーシャバンクスに続いてヒールターンした。それまでの元気で可愛い女の子キャラから徐々にいかにも腹黒いタイプに変身を遂げていった。サーシャとのコンビは女性版フォーホースメンとなり、 ベイリーがスマックダウン王座、サーシャがロー王座、二人でタック王座を体感して二人で WWE の女子部門を完全制覇する。それぞれの防衛戦には反則介入して防衛をアシストするなどして悪役としての完成度を高めていった。2020年4月のレッスルマニア36では5ウェイ防衛戦に挑むこととなり不利と見られていた。しかし、 圧倒的なパワーを持つタミーナを4人がかりでホール。続いて、サーシャと2人で、レーシー・エヴァンスとナオミを場外へ駆逐し、レーシーを鉄階段に叩きつけて、セミリタヤに。前線するナオミを2人で仕留めた後、レーシーへの攻撃がサーシャを誤爆。弁解している最中に、レーシーに、後ろから襲いかかられたサーシャを突き飛ばして救助するが、結局ウーマンズライトでサーシャは脱落。 最後にレイシートの一騎打ちを制して5人戦での防衛を果たした。ベイリー・トゥ・ベリーダイビング・バック・エル・ボー・ WWE、スマックダウン女子王座、WWE ・ロー女子王座、NXT 女子王座。ありがとうございます。